共感山は大韓民国海軍の駆逐艦。李春新旧駆逐艦の5番艦。艦名は教官さ山に由来する。共感山は KDX2 に基づく4400トン旧駆逐艦として大宇造船海洋魚化補造船所で建造され、2006年3月16日浸水、2007年10月1日に収益した。2006年3月16日午前に、 京昌南道巨彩市の大海洋、造船局保造船所にて挙行された、新水式は、院光王国防部長官や海軍参謀総長などが、臨席の上で実施された。2007年10月1日に、李正藩海軍巡将を長とする受領団に引き渡され、大韓民国海軍軍艦として就役した。2008年11月19日、 ソマリア沖の海賊対策のため海軍部隊の第一次派遣隊の候補となり、今後4ヶ月から5ヶ月前後で同系艦と交代で任務に就く予定。これと合わせて特殊作戦部隊、ユとシールの同乗も検討されていた。2009年11月12日、航海上に設定された北方限界線をめぐって北朝鮮との銃撃事件に対応し、警戒のため、 DDH-981 歳アキラと共に全身配置される。2010年4月2日に清見部隊の第4陣として乾燥式の後に不山作戦基地から出港する。当初は3月29日を予定していたが PCC-722 天安の沈没の影響で延期された。同年9月までアデン1にて任務を実施し10月に帰港する。 2012年8月20日に、清見部隊第11人として、乾燥式の後に、不山作戦基地から出港する。アデン湾には9月中旬頃到着の予定で、翌2013年1月頃まで任務に就く予定。2012年10月の報道によれば、2007年にソナー保護装置であるウィンドウが航行中に破損し、修理をしたことが明らかとなる。 2009年時点での母校は第二艦隊司令部がある平沢市。2016年3月、スタンダードミサイル2発を発射する訓練を行ったが、一発は目標を捉えることができなかった。後日、国会国防委員会所属の国会議員から他の失敗事例も含めてシステムの安定性について追及を受けることとなった。ありがとうございます。